もっちゃん放送局。はい、こんにちは、もっちゃん放送局もっちゃんです。ということでですね、今回もまた、はい、たまたまちょっと借りるタイミングがちょっとあったということで今回も借りてきました。本当はちょっと紹介する手ではなかったんですけど、今回ちょっとたまたま借りた車っていうのがちょっと後期型だったので、今回は動画を回していきたいと思います。ということで、まあ見ての通り、まあ、前回と同じ車ですね。年式が令和2年2020年ですかね。10月式のトヨタのプリウス PHV ですね。グレードが今回は S のグレード、あの標準グレードのやつですね、の後期型になります。ライトは LED かな、これハロゲンかちょっとわからないですけど、はい、なります。でフォグランプはついてないですね。前回借りた PHV が A グレードだったんですけど、今回は S の標準グレードなのでフォグランプはないですね。はい、なしのお車になります。エンジン形式が、まあ、前回と同じですね。 2ZR の FXE の水冷直列4気筒の DOHC と、あとモーターになりますね。エンジンモーター合わせて122馬力ですね。これ普通の50プリウスと同じ馬力ですね、の CVT タイミングチェーンですね。あとは PHV なので電気自動車ということになります。エンジン周りはやっぱりもう2年前の車ってことなので、やっぱり綺麗な車になってますね。ものすごく綺麗になっております。はい、こんな感じですね。タイヤがこれも前回と同じノーマルタイヤですね。ダンロップのエナセーブですね。サイズが1956515ですね。はい、のノーマルタイヤになります。でカバーですね、ついてます。このカバーもやっぱり違いますね。 A グレードとはちょっと違ってますね。やっぱりちょっとデザインとかも違ってる感じになります。色がスーパーホワイト2という色ですね。今回は白色になります。大きい傷へこみとかは一切ないお車ですね。はい、こんな感じのもなります。でここが急行ですね。急行になってましてですね、ここもね4頭でこう1234になってます。前回も言ったんですけど、だからプリウスといったらもう私としてはもうこっちが PHV の方がやっぱ見た目としてはやっぱかっこいいですよね。はい、そんな感じでございます。でここが充電台ですね。でこっちが普通の充電のやつで、でこっちが急速充電になってますね。後ろもね結構ちょっと役で見にくいと思うんですけど、こうなってますよね。後ろも結構かっこいいですよね。前も言ったんですけど、ちょっと前期型のねデザインがちょっとんっていうのがあったので、50のやっぱ PHV はやっぱかっこいいですよね。はい、こんな感じになっております。まあ、前回も紹介したんで、はい、今回はまあ後期になりますね。ちょっとね結構汚いんですけど、車内はもう黒のベースのやつですなってますね。まあ、今回 S グレードなんで、まあ、ちょっとこのシートの材質とかもちょっと違いますよね。ちょっと安っぽい作りになってますね。こういうところとかもやっぱり黒の塗装とかじゃないので、はい、ちょっと寒いんで乗りますね。ちょっと寒いんで乗らさせていただきます。やっぱりちょっと広いですよね PHV。 やっぱりプリウスはやっぱ全体的に広い感じになってます。でここもねコンセントついてますね。 1500V までのコンセントついてます。ここですね、前回の PHV は多分こんな感じに、でここまで、これがここまで来てて4人乗りだったと思うんですよ。 PHV の前期型は4人乗りです。で後期型から5人になってます。でこれがしまえるようになったので、でここもヘッドシついてるんで、これで5人ですね。後期型からは5人乗りになってます。前回のは4人乗りですね。はい、でしっかりと4人でもこうやってできるんで、このドリンクホルダーとかも、例えば収納とかはないですね。前回みたいになってます。でここもハロゲンですね。ハロゲンになってます。はい、そんな感じですね。
ここもやっぱり違いますよね、ちょっとデザインっていうのが。じゃあちょっと降りまして、あ、ちょっとトランクですね。バックカメラついてますね、しっかりと。しっかりとバックカメラもついてます。で、追っかけて、やっぱトランクはやっぱり広いですね。ちょっとなんだろう、これこれちょっと閉じて、で、この中に、あ、この中にあの充電のやつですね、 100V で充電できる、家庭で充電できるやつが入ってます。で、カバーないですね、これ多分オプションだと思うんですよね。 S グレード、 A グレードとかだと標準でついてるんですけど、このカバーとかもついてないですね。もうライトになってて、これもしっかりとコンセントついてますね。ちょっとやっぱり普通のプリウスと比べて、やっぱちょっとこうバッテリーとかがここに入ってるんで、ちょっとやっぱりそれと比べると結構狭いですよね。普通のやつと比べてもしっかり入るんで、まあ、重さ的には大丈夫ですね。はい。で、ドルフィンアンテナですね。しっかりとドルフィンアンテナになってます。で、ドアウィンカーもついてて、で、コーナーセンサーもしっかりついてますね。まあ、トヨタセーフティーセンスなので、はい、プリクラスセーフティーもついてますし、インテージェットクリアランスもついてますね。しっかりと。で、プラグインハイブリッドですね。はい。になってます。じゃあ車内入っていきますね。うん、この運転席のシートとかもやっぱり S グレードなので、ちょっとあの作りはちょっと安っぽいやつになってますね。よいしょ、入っていきます。まあ、かけ方はまあ同じですね。このブレーキペダル踏んで、ここのプッシュスタートで押せばエンジンかかる感じですね。走行の方が12,085km ですね、現時点で。車検が今年令和4年、今年の10月5日までついてますね。はい、になってます。で、車内軽くちょっと紹介していくんですけど、まあ、ここら辺の材質とかもやっぱりちょっと違いますよね。ここら辺の塗装とかも前回の A とはやっぱちょっと違う風になってます。で、純正ナビですね。純正のエントリーナビになってます。トヨタ純正ナビなんですけど、あの PHV って言ったら前回みたいにあの 11.6 のこの大画面のナビだったと思うんですけど、 S グレードは実は付けれないんですよ。今回 S グレードなので、こういう普通の通常のプリウスと同じようになってます。エアコンの部分も普通のプリウスとの同じになってて、そうなんですよ。 S グレードだと付けれないんですよね。あの前回みたいな 11.6 のダミっていうのは A と A プレミアムしか付けれないものになるので、今回 S グレードなので普通のこのエントリーナビ、普通の7インチのエントリーナビのものになってます。で、前期と違うとこういうところですね。この色が、まあ、前回白だったと思うんですけど、ここが黒になってます。ここですね。ここが黒になってます。で、ハンドルヒーターもついてないですね。やっぱり S だと。A だとついてるんですけど、前回のはついてたんですけど、これはついてないです。はい。で、ハンドルも売れたんですね。あの、革じゃないんですよ、S は。A はね、あの、革なんですけど、S なので、売れたのやつになってます。で、バックカメラ、しっかりとついてますね。ついてるんですけど、あの駐車のやつはついてないですね。パーキングアシストはついてないですね。で、ヘッドアップディスプレイもついてないですね。で、ビルトインの ETC、 通常の ETC、 ビルトインタイプの ETC ですね。連動型の ETC ついてます。はい、そんな感じですね。まあ、ここら辺とかはまあ前回とほぼ変わらないので、こういうところとかもね、まあ、前回と変わらない仕様にはなってるので、は大丈夫かなって感じですかね。これがあのハイブリッドと、電気とハイブリッドを切り替えるボタンで、これがドライブモードですね。の切り替えになってます。で、通話ボタンとかですね。になってます。オートマチックハイビームもしっかりついてますね。ライトもオートライトです。まあ、パワーウィンドウもね、こうやって前回と同じになってますね。で、ここがちょっと違いますね。このボタンの部分が。まあ、前回これ押す、買っちゃって押すタイプだったんですけど、ここも違いますね。で、このインジとかもやっぱ違いますよね。こう、ないので。で、電動格納ミラー、しっかりと起動してますね。はい。ライトも、こう、ハーゲンのね、仕様になってます。うん。まあ、値段、まあ、安っぽいグレードなので、まあ、ちょっと、内装とかやっぱちょっと違いますよね。通常のやつとは。
で、追従機能付きのレーダークルーズコントロールもしっかりついてます。これね、高速で走ったんですけど、さっきここ向かって来るときに、めちゃくちゃ良かったですね、これ。すごい便利でした。はい、そんな感じですかね。では、早速、走行の方に移っていきたいと思います。はい、それでは、令和2年10月式の VHV 後期型、早速、乗っていきたいと思います。では、走らせますね。では、行きます。ちょっと電気ないんで、普通にはなっちゃうんですけど、って感じです。スペックから紹介していきますね。燃料方式がレギュラーガソリンですね。仕様で、メーカーカタログ燃費が、リッター 30.3 ですね。カタログ値で 30.3 です。はい。まあ、燃費は、まあ文句ないですね。本当に。燃費に関しては全く文句ないです。はい。電気自動車でも満充電で、どうだったかな？アップしたのかな？ 68 キロですね。満タンフルで、だと68キロ走ります。電気で。はい。もう、何回も言うんですけど、本当にすごいですね。車としては。めちゃくちゃ乗りやすいやつになってます。最小回転に関しても、まあ変わらないですね。5.1 ですね。まあ電気も変わらずに 5.1 ということで、なってます。まあ内装が一部が変わったり、あとは、まあちょっと少し性能が若干良くなったっていう感じで、まあ前期とほぼほぼ変わらないですね。まあまあ、でもしっかりとやっぱり運転はできます。車なので、まあ、ものすごくいい車にはなってますね。はい、ちょっと真っ暗に入りますね。ライト LED ですね、これ。LED ですね、ライトは。今ちょっと初めてつけて分かったんですけど、LED ですね。ロードノイズもね、静粛性とかもやっぱり良くて、やっぱり運転しやすいですね。まあ前期も後期も変わらずにね、やっぱり、運転はしやすいですね。この段差のところとかもやっぱり行ってるんですけど、まあ僕の車と比べてもやっぱり、そんなにね、段差とかに関しては、なかなか、大丈夫ってところにはなってきますね。あそこに充電台あるんですけど、まあ、ちょっと違うとこ行きますね。ちょっと空いてるかわかんないですけど。よいしょ。でもできますね。いいっすね、やっぱ。うん、やっぱり、運転はしやすい車ですよね。ちょっと今回ね、電気じゃないんですよ、今走ってるのが。通常のプリウスと大体ハイブリッドで走ってる感じなので、エンジンで走るようになってるので、ちょっとね、ゼロパーだったんですよね。なんかちょっとどこかで、少し、ちょっとでもいいんで、充電だけちょっとしたいので、はい、ちょっと、空いてるかわかんないですけど、近くにちょっと無料スポットで、充電できる場所があるんで、そこまで、ちょっと試乗しますね。全然前回の前期の車でもね、後期でも前期でもやっぱり、うん、乗りやすいっすね、やっぱ。まあ、値段重視で行くとやっぱりまだ前期の方が若干安いって感じですかね。新車だと高いんで、新車だと、まあ、300万ぐらいわかるんで、結構高いんですけど、まあ、中古車とかだったら、まだワンチャン、うん、安いかなってとこはありますよね。どうしても電気自動車となってくると、やっぱり一番高いっていうのはありますよね。やっぱりね、これだけ、乗りやすい車を提携するとなってくるとね、やっぱりいい車作りますよね。トヨタさんもなかなかいい車作りますよね。本当どうしてもなかなかいい車はやっぱ作るんで、車としてもやっぱり結構いいとこありますよね。仕様でも全然かっこいいですよね。
まあ一番いいのはやっぱ黒だとは思うんですけどね。一番いいのは黒なんじゃないかなとは思うんですけどね。一番いい色はまあ黒なんで、釣り考えて一番いい色は黒なんで、正直ね、ブリオスのやっぱいいところってやっぱロードノイズとかがやっぱりいいっすよね。ロードノイズっていう面はやっぱ一番いいですね、ハーカーと比べると。まあエンジンも静かですし、そうそう、エンジンもやっぱ静かだからね、本当にいいですよね。無料の充電スポットがあるとなってくると一番いいかもしれないですよね。ただ 100% ではないからあれですけど、でもいいですよね、無料で充電できるとこがあるっていうのは。あ、一応知り合いとか乗ってるんですけど、まあ、以前も言ったんですけど、ガソリンでも年5、6回しか入れないって言ってたんで、そう考えるとめちゃくちゃコストパフォーマンスいいですよね。やっぱよく車乗る人にとっては相当おすすめですよね、これ。よく車乗る人にとってはね、なかなかいいですよね、この PHV。 わかんない、どこだ、どこなんですか PHV の充電台は。あ、あったあったあった、ここだ、ここっすね。ありましたありました。じゃあここでちょっと充電しましょうか。こ、あー、ここっすね。よし、じゃあちょっと BM さんが止まっちゃってるんですけど、じゃあここで充電しましょう。よいしょ、せっかくなのでね。じゃあちょっとここで充電しましょう。よかったですね、開いてましたね、よかったよかった。少しでも充電しておきましょう PHV。 よし、はい、では PHV の動画でございました。ではでは、本日もご視聴ありがとうございました。では失礼します。すいません、ちょっということで充電が終わりました。ちょっと30分だけ充電したんですけど、まあ、ここまで来る時にちょっといろいろありまして、なんか最初充電できなかったら、なんかトヨタペンタレさんの方に確認したら、なんか登録がいるってことなので、このアクオークのところで、サービスカウンターに行って、なんか最初だけなんか予約がいるんですよ。それで暗証番号が発行されるんで、暗証番号って充電するって感じです。はい、ちょっとすいません、いろいろあって取れませんでした。でこれってこれ戻してくださいって出たので、出たら PHV 側に行って、ここですね、このボタンを押します。そうするとこうやって取れますんで、こう取れたらこうですね、こう蓋してこうですね。でこれはまあちょっと戻すって形でこうやって下げておきます。こうやって、あ、こうですね。でここでこうやってここにカチッとして、でこれ戻って、これで OK って感じです。ということで動画終わります。ありがとうございました。